今までの切り方はここで、40ミリ。まず、皆さんもこうなんでしょう。こんなような組み合わせをして、まあこんな切り方ですね。それがこの溝を使って非常に隅同時に切るいい軸ができました。スライド丸のこのゼロインサート、前回のものがこれであります。これは失敗でした。5番で作りました。ここにノコ跡ができてしまいました。合板は柔らかくダメですね。で、ここに片木のインサートを入れました。奈良材ですね。奈良材のフローリング材を寸法に合わせ、ついでにフェンスも作りました。フェンスを作って大変よろしい点は、切り取りの手間が非常に少なくなったことです。ちょっとお見せします。ここ2面に墨をつけました。まずは、このノコ溝とここですね。でまずは、今溝に墨が当たってません。これで、墨残しで切るというのをやってみます。見事墨が残ってます。で、このインサートの非常にいい点は、裏面ですね。裏面に爆裂が出てません。墨を2面に入れました。で、この溝に墨を合わせます。
綺麗に切れてます。墨を打って思い通りに切る。